相手の男性が本気かどうか分かりません。精神科医カバサーショーのカバチャンネル。バイト先の副店長から飲みに行こう、遊びに行こうと誘われます。他の子にも声をかけているようで本気かどうか分かりません。相手が本気なら付き合ってもいいかと思いますが、遊びなのか本気なのか分かんないので迷います。ということで20歳カフェの隣の女性さんということでですね、昨日カフェの隣でこういう話をしていたっていう、まあただそれだけの話なんですけども、まあ私だったらこう答えるよっていうことをね言いたくなったので動画で収録させていただきたいんですけども、こういうことってよくあると思うんですよ。若い方とかだと、まあ遊びに行こうとか飲みに行こうと誘われて、まあ本気かどうか分からないと、まあ遊び人の人だったら誰にでも声をかけてるんじゃないかということっていうのは、まあまあ往々にしてあると思うんですよね。で、相手がもし本気だったらこっちも本気で考えたいわっていうふうに思うと思うんですけども、まずこの考え方っていうのが完全に間違っているわけですよね。なぜかっていうと、人間の好きか嫌いかっていうのは0か100かではないからですね。これを覚えておくといいと思います。別に恋愛じゃなくても全ての人間関係に成り立つんですけど、人間が好きか嫌いかってのは0か100かではないのです。要するにイエスかノーかではないのです。それっていうのは分かりやすくとグラフで考えると、こういうふうに直線で表現できるかは分かりませんけど、すごく好きな人とすごく嫌いな人がいて、ちょっと好きな人もいるし、結構好きな人もいるし、すごくまでじゃないけどまあまあ好きな人もいるっていうことでしょう。おそらく皆さんもいろんな人がいるってことでしょう。重要なのはですね、人間関係っていうのは接触頻度が増えれば増えるほど親密度が高まるっていう、そういう心理法則があるんですね。ザイオンス効果と言います。これとても重要なので、これも覚えておくといいですね。ある人と親しくなりたければ何回も会うということです。何回も会ってお話をして時間を一緒に過ごす時間が長くなる。そして回数、会う回数が多ければ多いほど仲良くなれますよっていうことなんですね。ですからまだお付き合いしてない人っていうのが大好きですっていうのは普通あんまりないはずなんですよ。相手のことよく分かんないんだからさ。一度も話したことがないのに一目惚れしましたとか、なんか映画とか小説だとありそうですけど、現実だと普通ないですよね。だから、ね、そこまで思い詰めるっていうのはですね、だから数字で言うと分かりやすいと思いますけど、本当にもう結婚するぐらい好きっていうのは100だとすると、皆さん普通なんとなくこう職場とかね、あるいは学校とかで好きっていうのは70ぐらいだと思うんですよ。でそれがもしお付き合いし始めると75になって80になって85になって90になって最後100になるかもしれない。何回も会うことによってですね、最初70とか60とかからスタートするわけです。でそれがちょっとお話をしたりですね、例えば飲み会でみんなで話をしているときに親密度が上がって65か70になるよっていうことだと思うんですね。ここを覚えておいてください。で、まあ、ちょっとさっきの質問の話に戻りますけども、相手に遊びに行こうと誘われるということですよね。これ非常に嬉しい兆候だと思うんですよ。つまり先ほど言ったこの好きと嫌い この直線があったとしたら、私たちは他の人に対してより好きになりたいのか、ちょっとあまり会いたくないのか、つまりこのプラスの方に持っていきたいのか、マイナスの方に持っていきたいのか、多分どっちかだと思うんですよね。男性でも女性でも異性でも同性でもそうです。あ、この人仲良くなりたいなって言ったら、じゃあどっかご飯でも食べに行こうよっていう形になるし、嫌だなと思ったら話しかけないようにして会わないようにするっていう、ただプラスとマイナスのベクトルが働いてるんですね。だからこの人は遊びに行きましょうとか飲みに行こうって言われるということは、相手はあなたに対してプラスの関係になりたいと思っているということは間違いなく事実ですよね。それが本気かどうかっていうのは分からないけど、それっていうのはもしご飯を食べに行ったり遊びに行ったりすると親密の度数は高まりますから、70か80になる、80か90になるっていう可能性はあるよってことがあると思います。人間関係っていうのは0か100かとか、好きか嫌いかか、本気か本気じゃないかとか、0、100じゃなくてリニアに動いていくものなのですね。だからこの人がその相手に対して仲良くなりたいかどうかだと思います。単に仲良くなりたいのなら何度か会ってみればいいです。そうするともっと仲良くなっていくと思うんでね。そういうことでもっと柔軟性を持って0か100か、付き合うか付き合わないかっていうことではなく、いろんな人と親密度を高めてですね、楽しい人間関係、同性でも異性でもそうですけど、そういうものを作っていく中で深まっていく人とそうでない人っていうのは出てくるから、その中でたまたま90になって95になって100になっていく人が出てくればいいんじゃないかなというふうに思いますから、自分が親しくなりたい人とたくさん会うというのがですね、究極な恋愛法則であるし、人間とうまく交流していく一つの法則なので、覚えておくと役に立つんじゃないかなと思います。